ディセラレーション、ロックレジストレーション。なんで氷魔術とはつまり原則の扱い方、これを無意識に処理しているのみ。この2つを常人には成し得ない精度で制御する。そしてアンチマテリアルコードを用い、コード理論自体を逆転させ。はぁ、アンチマテリアルコードなど、このクーロンの発動。エイコの体が凍りついてる。力を制御できてないんだな。評価両乱。